山本周五郎作、貧窮問答1。一。古武神組、内藤河之神の屋敷は、麹町九丁目にあった。九丁目の新宝寺の横丁で、寺の地続きになっていた。寺の境内の大きな杉やえのきの林が、その屋敷へのしかかっているように見えた。 横丁へ曲がる角に成瀬隼人の神屋敷があって、これは二千坪ばかりの広い構えであるが、横丁へ入った道の左右はずっと同じような小屋敷ばかりが並んでいた。腰に木刀を刺し、斑点の裾から裸の毛爪を出した又平は、その屋敷の前に立って片手で顎をなでながらうなった。 こいつは相当なもんだ。と、彼は自分に言った。ひょっとすると、引っかかる口だ。どうも引っかかる口のようだ。それは、荒れた屋敷であった。板塀は惨めなざまで、ところどころ板が割れ、下の方は腐っていた。板の割れたところは穴が開いているし、全体がぐらぐらで、ちょっと押しても倒れそうであった。 家も恐ろしいほど古びていた。屋根瓦はずれ、柱や胸はゆがみ、軒は波を打っていた。壁の剥げたところは剥げたまま、はめ板は節が抜けたり、裂けたりずっこけたりしたままであった。もちろん何年も修繕しないことは明らかだし、掃除などもやらないらしい。門から玄関まで、 ほんの一たにしかない敷石の周りには枯れかかって黄ばんだ雑草がぼさぼさ生えているし寺の方から散ってくる落ち葉が積もり放題になっていたしかし案外かもわからないまた平はそうつぶやいた世の中には案外ということがあるもんだそれが世間というもんだそれにうう どっちにしろ遊んでいるよりはましだ。朝の風はもうかなり冷える。裸の毛ねはうすら寒かった。又、ま、平は決心し、あごをなでるのをやめて門の中へ入っていった。落ち葉を踏みながら裏手へ回っていくと、井戸端で若い男が歯を磨いていた。青梅島の人へ、寝まきらしい。 に、細帯をだらしなく締め、素足に女下駄を突っかけていた。白い素足とその下駄の色花緒が、不思議にもよく似合って見えた。年は二十七か八であろう。おもながのふっくりした顔立ちで、眉毛と目の間が広く、鼻が高く、娘のようにあどけない口つきをしていた。お公家様見たような顔だ。 又平はそう思った。こんなに品のいい顔立ちを見たのは初めてだ、とも思ったくらいであった。いやあ、おはよう。相手はまた平を見るとすぐに、こう言って片手を上げに、と笑いかけた。いかにも自然な親しみのあふれる調子だった。また平はおじぎをしながら、我知らず笑い返した。相手はうなずいていった。 ビクニ橋の相模屋から来たんだね。ビクニ橋の相模屋から参りました。と、また平が答えた。こちらが小武神組の内藤様でございますかああ、私がこのしんだ。早かったな。いえ、もう、山の手は初めてなものですから、遅くなりまして。まあ、一服つけてくれ。 まかをらってしまうから河野神はさ作うじを持った手で脇の方を刺した。そこが台所だ。ひとり暮らしで手がないから汚れっぱなしだがまあ一服つけてひと休みしたら朝飯をこしらえてもらおう。あお前名前は何と言ったっけなまた平は台所へ入りながらちょっと言いようのない妙な心持ちになった。 河野心の当たりの柔らかさ、トントンとくる調子の良さは無類のもので、言ってみれば、こちらは体のどこかをもみほぐされ、そこのところがぐにゃっとなったような感じがした。なんてまあ、人をそらさねえだなだ。と、彼は一人で首を振った。おあいそがよくって品があって、ぶったところなんぞこれっぽっちもありゃしねえ。ええ ほら中間に雇われてきたんだが一日契約の中間なんだがこんな旦那のためなら飯炊きだって何だってとてもいやとは言えねえや。台所は広かったがらんと広く薄暗くひっそりとして何にもなかった乾いた流しもとに茶わんや汁あんや皿小鉢や箸などが汚れたまま散らばっていた。 角の欠けた大きなかまどの上に、鍋と釜が一つずつほこりまみれになっていた。水がめも素晴らしく大きいのがあった。けれども、その他には何にもなかった。そうして、そこら中一面に蜘蛛の巣だらけで、どこもかしこもほこりが一寸も積もっているような景色だった。これは相当以上だ。 また平は思わずうなり声を上げた。まるで化け物屋敷みてえだ。彼はしばらく立ったままでいた。三つぼほどもある土間に立って、あごをなでながら途方に暮れたように辺りを眺め回していた。こいつは引っかかる口だ。それに間違いはないようであった。しかしもう主人に会い、挨拶を交わした以上。 断っって帰るわけにはいかなかなたそれに旦那の魅力が彼を引きつけていた。体のどこかしらさっきぐにゃっとなったところが彼をしっかりと捕まえて離さなかった。まあいいさとまた平は自分に言った。まかり間違っても一日残った。あんな旦那のためなら一日ぐらい。 彼は朝飯をこしらえにかかった。米びつやつぼの類は何度の中にあった。けれどもみんな空っぽで、米も味噌も一つまみの塩さえもなかった。醤油だるを見ようとすると、それは触っただけでタガが外れてバラバラに壊れた。また平はほこりにむせてせきこんだ。ああ、米がないんだな。 しろで河野の声がかれはとぐちにたっててぬぐいでえりをふきながらいった。ほかのものもきらしてるだろう。すまないがいってかってきてくれ。ろくちょうめのよこになんでもうってるから。おまえとうふのみそしるはきらいかい,いえあしはもうなんでも。じゃあみそしるはとうふにしてとこうのしんはすらすらいう。 生卵にいのりとハゼの佃煮ぐらいか、うのものは大根の塩もみがいいだろう。それからと、あ、米は越後のに限るからな。そういうことで一つ頼むよ。へえと言ってまた平は待っていた。何を待つのか香之進もすぐに気がついた。すまないが、金はちょっと立て替えといてくれ。昼すぎにおじが来るんでね。 そしたらすぐに返すから。今すっからかんなんだ。こう言って、に、と微笑した。頼むよ。そして向こうへ去っていった。に、また平は旦那をいい人だと思った。いい人というのにもいろいろあるが、その中でも好ましい人のように思えた。 これまでこの内藤様のような旦那には巡り会ったことがないとさえ思った。また平は渡り暴行の中間であった。渡り暴行といっても本来は年季勤めであるが、武家の生活が苦しくなるに従って雇用期間が短くなり、その頃は一日だけの方向というのさえ現れてきた。江戸におけるこの種の方向先は、 9割までが旗本御家人であるが、当時は御家人崩れという通言があるように、彼らの経済的行き詰まりはひどく、情報通りの家来を養うこともできず、中間小物でさえごく必要な時だけ日雇いにするという気の毒な現象が生じたのである。もちろん全部がそうなったわけではない。彼らの総数は6万家ぐらいあり。 廃跡以上を旗本廃跡以下を御家人と呼んだらしく前者の数が4,000から5,000後者が5万以上統計記録は極めてまちまちであるがということであって随分裕福に暮らしている者も多かったに違いないがより多数の逼迫した状態はほとんど救い難い程度に達していたようである。 従って、また平なども、落ち着いて方向をすることは稀になり、次から次と主人が変わるので、相当いろいろな旦那を知り、その生活ぶりを見てきた。けれども、この内藤の旦那のような人は初めてであった。もしかして、お松というものがないとすれば。六丁目で買い物をしながら、また平は一人でそう呟いた。 こんな旦那に一生奉公がしてみたいもんだ。また平には夫婦約束をした女があった。お松という名で、年は三つ下の二十三。京橋南今夜町の上荘という料理茶屋に勤めている。丸二年も前からの中であるが、お松には理想があって、どんなに小さくともいいから料理茶屋の店を出したい。 それには二人で稼いで金をためるのだということで、せっせと貯蓄にいそしんでいた。お前さん、あたしをあてにしていていいよ、とお松はいつも言うのであった。解消のあることじゃあたしは引けは取らないんだからね。今に立派な料理屋の旦那にしてあげるから、もう少しの辛抱だからね。また平もお松はあてにしていいように思った。 こんなにしっかりした女も珍しいと思い、稼いだ金はみんな彼女に渡していた。そして彼女のごく最近ほのめかしたところによれば、二人の貯蓄はかなり順調であり、ことによると近いうちにいい話を聞かせてやれるかもしれないということであった。もちろん渡り奉行などしているよりその方がいいに決まっている。決まってはいるが、 またへには何やら不安があった。理想が実現した場合、お松と夫婦になってどんな具合に行くか。果たして自分が亭主らしい亭主になれるかどうか。しっかり者でも女はたかが女だからな。こう思ってみるけれども、ふとすると恐ろしく重量のある荷物でも背負わされたような。 気物性な予感を避けることができないのであった。あの旦那とならきっとうまくやってゆけるんだが、彼はまたそうつぶやいた。ま、お松に泣きを見せるわけにも行くまいからな。世の中は思うようにいかないもんだ。米みそから何から必要なものを買うのにかなり銭を使った。また平はその合計を忘れないように、 屋敷へ帰る途中、よくよく頭へ畳たたみ込んだ。朝飯の支度ができると、河野心は一緒に食べろと言った。自分と一緒に食べろというのである。そんな無作法なことができるわけはない。断ると、旦那は寄ってきて、また塀の肩を叩たたいた。そんな堅いことを言うなよ。一日切りでも、シはシュ、家来は家来だろう。 主従は三世というくらいじゃないか。そんな他人行儀な真似はよしてくれ。情のこもった言葉であり、にこっと笑われると、もう断れなかった。また平は感動して、危うく涙がこぼれそうになった。食事もあまり上出来ではなかったが、河野神は、うまいうまいと言ってびっくりするほどたくさん食べ、こんなに腹いっぱい食ったことはないなどと言った。 すぐお出かけになりますか食事の後でまた兵が聞いた。拳組は無役で、年に何回と決まった日に、その支配のところへ出頭すればよかった。きちんと出頭するものもあり、すっぽかして平気でいるものもある。一日契約でも中弦を雇うからには出かけるのであろうと思ったが、旦那はそこへ横になってあくびをした。 そうさな今日は支配のところへ顔出しをする日なんだが飯を食ったらおっくうになってきたやめにしようと河野心は言った出かけるのはやめだうんおっくうだひとつ掃除でもしてもらおうかそんなことをなすってご守備が悪くはございませんか これ以上悪くなりようはないさ。飯炊きや掃除をさせて気の毒だが、嫌でなかったらざっとやってくれ。頼むよ。そりゃあもう、掃除くらいのことなら。また平には嫌も王もなかった。後片付けをするとすぐに張り切って掃除を始めた。ほうきも畑も四五十日は使ったことがないらしかった。ヤグの敷きっぱなしになっている。 そこで食事もした。一間だけは別として、あと四つある部屋は見るだけでうんざりするようなありさまだった。台所よりもっとひどく、紙くずやガラクタの散らかっている上に、ちりほこりが厚く積もり、蜘蛛の巣だらけで、その蜘蛛の巣にはがの死んだのがいっぱいついていた。壁は割れているし、畳は擦り切れてわらがはみ出し、 柱は皆片方へ傾いていた。根太が落ちていると見え、少し乱暴に歩くと床が抜けそうであった。おまけにかぐらしいものが何にもなかった。古くなって壊れかかったようなタンスが一を、蓋のない長持ち、縁のかけた日よけが二つ。めぼしい道具といえばそれくらいのものであった。投げしの槍は鞘がなくなって錆びたみが出たままだし。 鎧びつの中は空っぽで、縄文も何もハげ落ちていた。こんなものもねえんだ。また平が思わず独り言を言った。するとそれを聞きつけたのだろう。河野心がだるそうな声で呼びかけた。ざっと吐き出すだけでいいんだよ。あんまり念入りにやると家が持たないからな。全くのところを。とまた平が言った。 これはもう手入れをしなくちゃいけませんな、旦那。このままじゃもう持ちませんぜ。もう手入れくらいじゃ間に合わないよ。立て直すよりしょうがないんだが、壊しちんもないんだからな。自然にぶっ壊れるのを待っているだけさ。だって旦那、これじゃ危のうございますぜ。危ないのはお前だ。河野が言っ 俺は慣れているからいいが、お前、怪我をしないように気をつけてくれ。また平は、我知らず天井を見上げ、身の回りを眺め回した。河野心の言う通り、ざっと吐き出すより他に手はなかった。そして、ざっと吐き出すだけで、昼近くまでかかった。河野心は寝そべったままで、何時間か眠ったらしい。 もう昼かと思う自分になるとあくびをしながら起き上がってまた平のところへやってきた。ひとつ昼飯ということにしようじゃないか。こう言ってまたあくびをした。お前に働かしたからうなぎでも食べてもらいたいが、お前うなぎは嫌いかとんでもない、うなぎと来たらもう。それじゃあ私も付き合おう。 河野心が言った。七丁目の裏に田川屋というのがあるからな。そうさ、飯をつけて忠串の四人前もあればいいだろう。それから、たれの味と酒はついたものだから、酒を一生ばかり取ろうじゃないか。酒を一生でござりますか。どうせ余るよ。私はそう飲みはしないし。うなぎだって多分余るだろう。 そうしたら晩にまた一杯と行けるじゃないか。すまないが、ちょいとひとっ走り行ってきてくれ。頼むよ。また平は、へえ、と言って汗を拭いた。すると手拭いは、鍋の尻でも拭いたように黒くなった。その手拭いを眺めながら、彼は門の方へと出て行った。三。た平はすぐに帰ってきたが、 ひどく腹を立てていた。山の手の商人ってやつは、薄情なものでございますな。何を怒っているんだうなぎ屋の親父の野郎、感情はダメだとぬかすんで、現金でなけりゃダメだと抜かし上がるんで。また平は、すすだらけの顔をふくらかしていった。本所や深川あたりのお屋敷はみんなつけが当たり前で、 現金でよこせなんていう飽きんだありゃしません。少しぐらい感情が溜まっても、半年あそこら黙って御用出しますぜ。それはお前、山の手だって同じようなものさ。半年や一年くらい、この辺だって文句はいやはしないよ。だって現に、と言いかけて、また平は目をすぼめた。すると、 こちらではもっと溜まっているというわけですかまあそうだろうな。よくはわからないが。河野神は漠然と言った。うなぎ屋がそう言うんなら、だいぶ溜まっているんだろう。お前、払ってきてくれたかええ、何しろそういう都合なもんですから。いいよ、いいよ。午後になるとおじが来るから。 そうすればきれいに払うからね。心配せずに早く顔でも洗っておいで。また平は井戸端へ回っていった。どうも応用なもんだ。また平は顔や手足を洗いながら自分自身にそう言った。ちっともこせこせしたところがない本当の旦那だ。彼のたくましい顔が少しばかり歪んだ。 それは多少ベそを書くのに似ていたし、泣き笑いをするようでもあった。井戸端から台所へ入り、火を起こそうとすると炭がなかった。彼は懐から財布を出して中を調べ、頭を振ってため息をつきながら外へ出て行った。買ってきた炭で火を起こし、禅の支度をしているとうなぎ屋から注文の品が届いた。 しかし、器物が恐ろしく雑であった。酒は一生どくりだし、蒲焼きの皿は欠けていた。酒を注文すれば、缶鍋に酒好きぐらい持ってくるはずであるが、それさえもなかった。また平はむっとして文句を言った。お屋敷へ出入りするというのに、しけた店じゃねえか。おめんとこには角だる一つねえのかうなぎ屋の若い者は、 にやにや笑った「うちにだって角だるくらいありますよ」「でもこのあたりのお屋敷はだめなんでさ」「どうしてだめなんだうっかりするとね」とうなぎ屋の若い者は言った「うっかりするとくず屋に売られちまうんでさ」「うそを言うもんですか」「皿小鉢だって満足なものは持っちゃこられねえんですから」「ほんとですよ」 そして、ニヤニヤしながら帰っていった。また平には言うことはなかった。また平はひねたような心持ちで、その若い者の,の後ろ姿を見送った。しきっぱなしのヤグのそばで、やがて二人は禅に向かった。また平は酒の勘をつけ、旦那に酌をしながら、すすめられるままに自分も食べたし、酒も手酌でしきりに飲んだ。 河野心は少し酔うと顔が桜色になり、開いた眉毛と目の間がぼっと染まって、お公家様のような僧帽がぐっと引き立ってきた。旦那はまだ奥様をお持ちなすったことはねえのですかまた平は旦那の顔を眺めながら聞いた。河野心は唇をへの字なりに歪めた。そうさな。 彼は言った時々になると押しかけ女房を見たようなやつは来るが決まった女房というのはまだもらったことがないな。というと生き筋のご婦人でございますね。押しかけか。うんまあそんなようなもんだ。そうでもなければこんな家へ来るやつはありゃしないさ。しかし。 しんんるがわなさるんでしょう。そんな話はよそうじゃないか。河野心はもっと唇をゆがめた。親類があろうとなかろうと、今どき小旗本のところへなんぞ、嫁に来るようなとぼけた娘はいやしない。お前知ってるじゃないか。あっし不思議でならねんです。また平和 酔い始めていた。彼の胸の中は、旦那に対する同情でいっぱいになり、それが火のように熱くなっていた。旦那はこの通り立派なご人邸で、天下のご時さんで、それでこんなに不自由をしていらっしゃる。ちょいと嫁に来るものもねえなんて、こいつはどこかで何か間違ったんだろうが、一体どこで何が間違ったんですかね。 そんな話はよそうというんだ。河野心はうなぎの一切れを口へ入れた。何にも間違っちゃいない。これが本当なんだ。自分のことだからよくわかるが、こうなるのが当たり前だ。俺たちはもう用のない人間になっているんだ。河野心はゆっくりと言った。 旗本の直参のと言ったところで、役づけの数は知れたもんだ。役目にありつけるものはいいが、人間の数がべらぼうだからそう誰も彼もというわけにはいかねえ。どうしたって六七割の人間ははみ出しちまう。俺の家なんぞは、親の代からの拳組だが、友達の中には四代も続いて拳組のままのやつがいるぜ。 また平は、酒好きを口のところへ持って行って、それを見つめながら首を振った。働きたくっても、役がもらえねえ。と、河野神は次第に巻き舌になって続けた。役につけなきゃ、据え置きの縁っきりだ。どんなに物の値が上がっても、縁は昔のまんまだ。 これじゃあ食ってゆけなくなるのは当然だろう。どうしたらいいか。どうしたら。しょうがねえ。三味線や羽唄の師匠になるやつがある。船宿の亭主に収まるやつがある。女を騙して売り飛ばして、それがばれて追放になったやつもあるし。苦し紛れに出奔して、行方の知れねえ奴もある。 仮名だけあって人間のいねえ家がどのくれあるか知れやしねえ。つまり用がねえんだ。俺たちははみ出しちまったんだ。もう世間で用のねえ人間になっちまったんだ。どうか旦那。と、また平が言った。どうかそんな風におっしゃらねえでおくんなさい。旦那のような言い,い方に。 どうしてそんなことがあるもんですか俺は、はみ出しちまったんだ。旦那はそこに、ちゃんとそうしていらっしゃるし、どんなことがあったって、はみ出しなんぞしやしませんよ。おめえにゃあわからねえ。わかりますとも。と、また平は言い張った。誰がどうなったって、旦那だけは大丈夫ですよ。 あっしゃこう見えても江戸っ子ですからね。どんな野郎にだって、旦那に指一本触らせるこっちゃねえんですから。そうか。おめえ江戸っ子か。死がねえ方向こそしているが、これでも主従のギリぐれい知ってるんですから。まあいいや。大きいので行こう。河野心は手を挙げていった。すまねえが。 知るわんか何か出してきてくれ。午後になればおじが来るんだから。おじが来ればみんな払うんだから。おめえ、おじが来ねえとでも思ってやしねえかそんなこと思いやしませんよ。じゃあ、おじは来るんだな。そら、いらっしゃるに決まってるでしょ。よし。じゃあ、もう一生だ。河野神は、 冷酒を自分で汁へついだこれがなくならねえうちにもう一生なんとかしてきてくれうっどうせはみ出たついでだなあまたへおらおめえを他人とは思わねえぜ、4. すっかり夜が明けて風が吹いていた料理茶屋上層の店は 宮町の外堀に向かった西の角にあった店の脇の路地を入ると裏口でそこにまた兵が立っていたそして彼の前には雨戸一枚だけ開けて寝巻きのお松が立っていた「今自分たたき起こして何さまだみんな寝ているんじゃないかどうしたのさ」お松はほつれかかる髪の毛を右手の小指でかき上げた ごしゃくそこそこの形よくこえた体で胸も腰も丸く張り切っていた色は白いが肥料はあまりよくない頬骨が高く唇が厚く鼻が怒っていた片手で押さえている豊かな胸元から起きたばかりの体温がにおうようであった小遣いを少しもらいたいんだまた平が言ったぶっきらぼうではあるが どこかしら懇願するような調子があった。小遣いをくれって自分の小遣いはお前さんたっぷり持ってるはずじゃないか。とお松が言った。それに昨日はまたどこかお屋敷へ行ったんじゃないのかえ麹町9丁目の内藤という家だ。それで今自分何が小遣いさあら、お前さんお酒を飲んでるね。 また平は避けようとしたがお松は素早く彼の襟を捕まえたそして彼の口のところへ鼻を持っていってにおいを嗅いだするとまた平には女の温かい体臭が強くによった「まあ切きれた」とお松は言った「ちっとやそっと飲んだにおいじゃないじゃないか」「お屋敷だなんて嘘をついてお前さんどっかの丘場所へでも行ったんだろう」う バカなことを言うな。ほら本当に内藤様のお屋敷へ行ったんだ。これからまた内藤様のお屋敷へ引っ返さなくちゃならねえんだ。そんなこと、あたしが信用すると思うのかいそんなに怒らねえで、まあ話を聞いてくれ。あたしが信用するとでも思うのかいと、お松は決めつけるように言った。朝っぱらから中間に酒を飲ませるなんて、 そんなお屋敷があったら伺いたいもんだ。同じごまかすんならもう少し上手にごまかすがいい。お前さんのは初めからそこが割れてるよ。おめえはそう言うが、これにはこれでわけがあるんだ。わけがあるならおい,いな。お松が言った。わけがあるならさっさと言ったらいいじゃないか。 女みたいにベラ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 ぐにもつかないことはいくらでも喋るくせに、肝心なことになると満足に舌も回りやしない。むやみに訳があるって、訳があるんならさっさと話したらいいじゃないか。また平は低い声で話し出した。もっとはっきり多いな。まるっきり聞こえやしないじゃないか。何がどうしたってのさ。また平は低い声で話した。 お松にはそれが一番いい方法であった。自我の強い人は大抵そうらしい。聞こえるように話すと聞かないけれども、聞きにくいように話すと聞くようである。また平はごく低い声で話し、お松はそれを聞いた。聞くことは聞いたが、お松は黙ってはいなかった。もうわかったよ。それでまた一生お酒を買ったんでしょ。 強引にお松は口を入れた。そしてその一生も二人で飲んでしまって止まって。いや、飲んじまやしね。旦那もあんまり強くはねえし、おらは知っての通り。おじさんって人はどうしたのおじさんっていう人は。と、お松は怒鳴った。昼過ぎにおじさんって人が来て、お金を払うはずだったんだろう それがおめえ、旦那も首をかしげていたんだが、引っかかったんだよ。お松は歯を見せて霊症した。子供にだってそのくらいのことはわかる。おじさんなんていやあしないんだ。お前さん、お人よしだから引っかけられたんだよ。おめえは旦那を知らねえから。何言ってんだい。米味噌から炭まで買わせて、 うなぎだ、酒だ。たかが中元風情のお前にみんな払わせておいて、来るはずのおじさんが来ないと言って首をかしげるへえ、そんな子供騙しなことがわからないのかい。お松は勇ましくまくしたてた。また平は唇を噛んだ。こいつにはわからない。また平はむかむかした。彼は金が必要であった。 旦那のおじさんは昨日は来なかった。しかし今日は来るに違いない。どんなに貧乏しても侍は侍である。おじさんは必ず来るだろうが、又、ま、平は財布をはたいてしまった。旦那が言うには、おじさんは酒が好きで、酔っ払うと気前が良くなり、金でも何でも気前よくくれるそうであった。従って、すでに投資している又平自身のためにも、 すっからかんである旦那のためにも、おじという人を酔わせるだけの軍資金が必要なのであった。おめえの言うことは分かったよ。また平はお松の情絶を遮って言った。おめえの言うことが本当かもしれねえ。そいつはそうとして、ともかく小遣いを出してくれ。まっぴらだよ。とお松が言った。それをもってまたそこへ引っ返すってんだろう ミスミスぬすっとにおいせんがわからないのかい。もう行くことはありゃしない。つぎこんだ金は諦めて、このままビクニ橋へお帰りよ。そんなことを言わずに出してくれよ。ダメだったらダメなんだよ。頼むからよ。この通りだから。うるさいね。だっておめえ。と、また平は腕組みを解いた。 ほら、おめえの金をもらうんじゃね俺がおめえに預けた金から。やかましいよ。何言ってんだい。お松は行きり立った。彼女は言った。又平は確かに稼いだ金を彼女に預けた。しかし預けた以上その金はもうまた平の金ではない。それは二人が家を持つための貯蓄であって、お松にも手をつけることはできないのである。 お松自身はまた平の三倍も貯めているが、それでも決して手をつけようなどとは思わない。どんなことが起こっても、この貯蓄にだけは手をつけさせない。絶対に。というのであった。また平にはどう言いようもなかった。そんならそれでいいよ。と彼は言った。もうわかったから頼まねえよ。そして歩き出した。 お待ちよどうするんだいと、お松つが後ろから叫んだ。どこへ行くんだいお前さんビクニ橋へ帰るんだろうね。親方のところへ。また平はもう表へ出て行った。彼は嫌な心持ちであった。お松つは悪い女ではない。お松つにはお松つの立場もあり、思案もある。 金を出してくれないのも、臨職ではなく、本当に二人で家を持ちたいからであろう。旦那に対する誤解も、旦那を知らないからであってみれば、お松の主張は正しいと言わなければならない。おそらく世間の人は、お松の方が正しいというに違いない。彼にもそれはよくわかった。正しいか。 彼は眉をしかめた。彼にはどう言いようもないが、どう言いようもないほど嫌な心持ちであった。多少やけくそなような、また何か大げさなことがやってみたいような、そんなふうな気分にさえなった。また平はまっすぐにビクニ橋の相模屋へ行った。五。南今夜町からビクニ橋は目と鼻の先であった。 またヘは親方に会って前借りをした。またヘは堅い人間で通っていたし、親方はまたヘを信用していた。彼は思い切ってかなりな金額を借り、かごに乗って麹町へ戻った。途中で買い物をしたので、屋敷へ着いたのは八時頃になっていた。物音を聞きつけたのだろう。河野心が台所へやってきて、向こうからいぶかしそうにこっちを見た。 そして、それがまた兵だと確かめると、初めてほっとしたように手を上げながら、ニコニコっと笑った。ああ、お前、帰ったんだね。え、どうも遅くなりまして。俺はまたてっきり。そう言いかけて、河野心は自分にうなずいた。い,いや、お前は嘘はつかないと思った。 お前は帰ってくると言ったんだからな。うん。それで、都合はついたんだね。へえ、どうやら賄ってきました。そいつはすまなかった。河野神はウキウキと言った。とにかくまあ、疲れたろうから、あっちへ行って一杯やらないか。私も二日酔い気味なんで、迎え酒に一口飲んでいたところだ。 今買い物を届けてくるはずですから、それが来てっからにいたしましょう。まず朝飯の支度をするからと言って、又平はすぐ火を焚きつけにかかった。又平の信じたとおり、午後2時頃になって、おじという人が訪ねてきた。名は、本田孫兵衛。歳は62歳だという。髪の毛も眉毛も白く、あから顔でひどく肥えて、 両頬の顎の肉が垂れていた。シラフの時はんもちで機嫌が悪いと聞いていた通り、はじめは細い目を光らせて、また平を睨みつけたり、部屋の中をじろじろ眺め回したりした。老人が来た時、二人は酔っていた。朝飯を軽く済ませて、そのまま酒になったのであるが、老人に睨にまれた時、また平は肩を縮めて座り直した。 主人と同席で飲んでいることを咎められたと思ったのである。いいんだ、いいんだ。おじうえは堅苦しいことはお嫌いなんだ。と、河野神は手を振った。このおじうえという人は、道楽をし尽くして人情の裏表をご存知なんだから。まずおじうえに一つ差し上げましょう。孫兵衛老人は飲み出した。 また平は飲めば飲むという程度であった。もちろん嫌いではないが、まだ泥酔するほど酔ったことはなかった。河野心も好きらしいが、ちびちびとゆっくり飲む方で、量は多くない。昨日の二章が朝まで残っていたくらいであるが、孫兵衛の酒は目覚ましいものであった。六丁目の松八という料理屋から三人分の膳を取り寄せてあったが、 老人は魚には箸もつけず、酒好きではなく汁案の蓋でぐいぐいと飲んだ。あとどのくらいあるんだ河野神がそっとまた平に聞いた。また平は指を三本出してみせた。河野神は首をかしげた。亡くなれば買います。と、また平が囁いた。河野神は頷いた。五合ばかり飲むと、 老人の顔が乳話になり、ぼつぼつ何か言うようになった。一章開けると袴を脱ぎ、次にはどっしりとあぐらをかいた。二章目にかかるとようやく調子が出始めたらしく、左手でぐいっと飲んでは、そのたびに右手でつるりと顔をなでた。それが酔った時の癖らしい。顔はますます赤くなり、てらてらと艶が出てきた。 主号というものは本当にいるものだ。また平はこう思って舌を巻いた。おい、康介、飲め。と、老人はおいに椀の蓋を突きつけ、また、こらまたこう、飲め。と、また平にも刺した。俺はバカな奴が好きだ。と、老人は言った。大バカな奴はもっと好きだ。 女というやつは馬鹿者だからもっと好きだ。人間ってやつはみんな馬鹿者で、底抜けだから好きだ。それから片方の膝で貧乏ゆすりをしながら言った。俺の祖先に本田孫九郎というやつがいた。こいつが大馬鹿野郎で、味方が腹の合戦の時に馬に鼻面をかじられて鼻かけになった。 こいつは戦場に出るときには、いつも女房のふどしを払え巻いていったそうだ。大田わけの馬鹿者だが、俺は大好きだ。俺はそんな野郎が好きだ。そして、ぐいぐいっと飲んで、続けた。本田ダ・サブロベイというやつも俺の祖先の一人だが、この畜生は関ヶ原のときに目がくらんじまって、 島津の軍勢の中へ紛れ込んだまま、三日も知らずに嫌がったそうだ。底抜けの馬鹿野郎だが、俺はこの野郎が大好きだ。自分が敵の軍勢と一緒に逃げているんだと気がついた時に、どんな面をしたかと思うと、この畜生が好きで好きでたまらなくなるんだ。こらまたこう。酒がねえぞ。 孔の心もまた兵も飲まされた。嫌も王もない、無理やり飲まされるので、二人ともベロベロに酔ってしまった。老人は一人で喋り続けた。その他にも馬鹿者がたくさんいた。俺の家はバカばっかりだ。本当のところ馬鹿の決闘だ。けれども。と、老人は言った。その中で、中んづく大馬鹿は、 この俺だ。かかあも手に負えねえ馬鹿だし、娘も娘の亭主もたわけものだ。この内藤へ婿に来た康介の親父は俺の弟で、こいつもは外れの馬鹿野郎だったが、とても俺の馬鹿には及ばなかった。だからこの俺は、誰よりもこの俺が好きだ。この俺くらい、 このバカ野郎の俺が好きなやつはいやしね。まあまるっきりめちゃくちゃだ。暗くなる前に、また平は酒を買い足した。そのために酒屋へ行ってきたが、それをよく覚えていないほど酔っていた。老人はなお盛んに飲み、突然、又平の財布から残っている金をきれいに召し上げ。なぜだかわからないが、 または喜んで財布をはたいははんでをなお雄弁にバカ者が好きなことを怒鳴り続けたそのうちに甲之進が倒れ又兵も危なくなってきた頭がぼーっとなり体が宙に浮くような心持ちになったそして耳の中では蜂のうなりのように「大バカ野郎」とか「たわけ者」とかいう言葉が いにくくなっっていくようであった「俺はもう潰れるぞ」と又平は自分自身に言った「もう持たない俺はもうすぐ潰れるぞ」そして彼は実際に潰れてしまった六又、ま、平は寒いので目を覚ました 部屋の中はまだ暗く、頭が割れるほど傷んでいた。彼は反転をかぶって寝ていた。他には何にもかけてなかったし、畳の上へ直に寝ているのであった。反転が上へずれているから、腰から下はエビのように曲げていたが、裸も同様で、毛だらけのすねは氷のように冷たくなり、ガタガタ震えていた。 もう朝もかなり遅いらしい。部屋の中は暗いが隙間だらけの雨戸から明るい日光が筋になって差し込み。それががらんとした部屋の中の暗さを一層際立てるように見えた。これゃとんでもねえことをしたぞ。また平はこう言って不意に起き上がった。すると体中の骨の節々がものすごいほどいたんだ。 彼はうめき上げながらつぶやいた何かとんでもねえことをしたようだぞ。お前、目が覚めたのかすぐ脇のところでそういう声がした。また塀は危うく飛び上がりそうになった。そしてそこに寝ている河野信の姿を認めて、ああ、と低く複雑なため息をついた。どうした の心が言った。元気がないが。本田様はお帰りでございますかそうらしいなあ。水はないか。また平は立って台所へ水を取りに行った。かかとをつけると頭へ響くので、つま先で忍び足に歩かなければならなかった。もう帰ることにしよう。 彼は自分に言った。もう帰らなくちゃならねえ。今日はもう三日目だ。彼はふらふらしていた。まだ酔いは冷めきっていなかった。けれども身についた習慣で顔を洗い、雨戸を開け、朝飯の支度をした。その間絶え間なしに口の中でつぶやいていた。帰るとしよう。今日は帰るとしよう。 河野神は青白い顔をして寝床の中で水ばかり飲んでいた。食事の支度ができるとようやく起きて顔を洗ったが、食欲はないらしく自分で台所から残っていた酒を持ってきて、冷やのまま茶碗に注いで飲んだ。お前も一杯やらないか私しはもうとても、とまた平は手を振った。 今日は帰らしていただこうと思いますから。帰るって、もうか河野心はぎょっとしたようにまた平を見た。また平はうなずいた。今日はもう三日目でございますから、帰らねえと、その、親方の方の都合が。だってお前、せっかく何したものを。河野心は弱々しく言った。 今お前に帰られては、どうしようもないじゃないか。せっかくこれだけ馴染んだんだから、せめてもう二に聞いてくれてもいいんじゃないか。そりゃもう、いられれば痛えのですが。お前、おじから金をもらったんだろう。お金ですっていいえ。また平は首を振って、急に気がついて懐から財布を出してみた。 それは一枚の布切れのようにぺしゃんこで、中には一文の銭もなかった。どうしたんだまた平は首をかしげた。そして、うーい、と声を上げた。おぼろな記憶の中で、自分が孫兵衛に金を渡していたことを思い出した。どうしてそんなことになってしまったかわからないが、 彼は喜んで財布をはたいて残っていた金を全部老人に渡したのであった。うー、とまた平はうなった。これはとんでもねえ。これはだな。とんでもねえことになりました。どうしたというんだお金をいただくどころじゃねえ。あっしの方で本田様に差し上げちめました。なんだって あっしの方からお金を差し上げたんです。まさかお前。い,いえ、この通り。また平は財布を振ってみせた。この通り空っぽです。まだかなり残っていたはずですが、ビタ一文残さず、はた一めました。だって、どうしてまたどうしてだかあっしの方で伺いたいくらいです。 またたおおろおろと言ったどんな話からそうなったものかともかくあしは自分で財布をはたいて喜んで本田様に差し上げちまったんです私が寝てからだなあもしもれかかっていましたははあと河野心が言ったするとなんだなお前うまくやられたわけだな いったいどううなるんでしょうか。河野心は腕組みをし「そうさな」と言って庭の方を見たそこは落ち葉でいっぱいだった落ち葉は狭い庭の向こうの新法寺の林から散ってくるのであった「そうさな」と河野信が言ったそういうことだとするとおじが来るのを待つよりほかにないだろうな。 お屋敷へ伺ったらどうでしょうか。とんでもない。冗談じゃない。河野心は唇を歪めながら首を振った。そんなことをしたら、それこそ大騒動だ。お前は知らないだろうが、おばというのは臨食でやきもち焼きで怒りっぽくって、大尺天のように大きな女なんだ。おじはすっかり抑えられて、 おばのえではぐっともいやしない時々ここへ小遣いを持って息き抜きに来るがそれだっておばには内緒なんだもしお前が言ってこれこれだなんて言ってみろおじは死ぬような目に遭わされるぞまた平はべそをかいた老人は俺ほどの大バカはないと言い張った俺のカカオは手に負えないバカだとも言った 今それらの言葉は河野心の説を裏書きするように思えた又、ま、平はべそを書いてため息をつきながら思った「諦めるんだなこれはこの辺で諦めるよりしようがないぞこれは」又平はやがて不決断に立ち上がった「とにかく発はひとまずその。 どうするんだ帰るのか何しろ親方の方がありますから。帰るのか河野心は言った。お前、本当に帰ってしまうのか河野心は下からまた平を見上げた。母親を追う子供のような目だった。また平は参った。そういう目にかなうものではない。また平は頷いた。 ようございます。いることにいたしますそうかいてくれるか河野心はニコニコと笑ったそれじゃあひとつ朝飯ということにしよういてくれると聞いたら腹が減ったよじゃあおつけを温め直しましょうまた平も元気な声で言ったここにいると決めると 彼自身も気が落ち着いた。彼も旦那が好きであるし、旦那はそんなにも自分を頼りにしている。自分が言ってしまうのを子供のように悲しがる。あの情けないような目つきはどうだ。こう思うとくすぐられるような気持ちになった。世の中にこんないい旦那もないもんだ。と、また平は鍋を火にかけながらいった。 飯を食べたら、ひとつ前借りに行ってこよう。へっ、どうなるものか。おいらの一世一代だ。七。朝飯の後で、また平はビクニ橋へ出かけていった。一文なしではしょうがないからである。河野心はしきりにすまながって、そして、戻ってきてくれるだろうな、と、幾度も念を押した。 相模屋の親方は金を貸してくれた。おめえ残ったから貸すことは貸すが、と親方は言った。近頃の小旗元には立ちの悪いのがいるから気をつけるがいいぜ。また平は大丈夫だと答えた。それから部屋へ行ってすっかり着替えをし、寝巻きやてらなどを包みにして相模屋を出た。 お松が聞いたら怒るだろうなあ外へ出ると彼はそうつぶやいた「怒るなら怒れだ」てめえがしみったれてるからこんなことになるんだ預けた中から気持ちよく出してせいいれば「そうでもねえか」と彼は苦笑いをしたやっぱりおじさんが来ればおんなしか、ええ、う同じことは一つことか またヘはウキウキした気分になった。考えてみれば大したことはない。親方に若干の借りができただけである。中にはつまらない道楽のために一生かかっても返せないような借金を作る者もいた。そうでなくとも親方から何がしか借りていないものはなかった。またヘはこれが初めてである。しかも道楽に使うのではなく、 貧乏で困っている旦那のためであった。へっ、こう見えても江戸っ子だぜ。彼は歩きながら鼻をこすった。九丁目の屋敷へ着いて台所から土間へ入ると奥の方で話し声がしていた。もしかして本田孫兵衛でも来たかと思いちょっとドキリとしたがよく聞いてみると女の声であった。 またヘは首をひねりながら上がって、その部屋のふすまのところへ行って挨拶をした。またヘでございます。ただいま戻りました。こう言うと、向こうから乱暴にふすまを開けて、一人の女が顔を出した。明らかに芸儀らしいつぶし島田に言って、派手な着付けでだらしなく裾を引いていた。背丈は五尺三寸くらいあった。 色が黒く痩せて、鼻は尖って高く反り、薄い唇はカサカサに乾いていた。今度の中弦はお前さんかい女はキンキンした声で言った。よさないか、おしげ。河野信が言った。お前は思い違いをしているんだ。お前さんが今度来た中弦だね。と女は構わずに 私はこの内藤の家内でおしげんっていうものだがね。一体昨日からの騒ぎはどうしたっていうんだい。また平はむっとした。これが例のお仕掛けの口だな。こう思うとさらにむっとした。昨日からの騒ぎがどうしたんですかしらばっくれるんじゃないよ。女は目をつり上げた。 人のいい旦那をどうおだてたか知らないが、酒は七八勝、料理魚をよそから取って、どこのお大臣かなんぞのように大番振る舞いをしたじゃないか。えへ、それはやりましたよ。やったことはやったが。どうしたのさと女は遮った。やったことはやったがどうしたのさお前、このあたしを言いくるめるつもりかい 旦那を騙して勝手な真似をした上に、あたしまでうまく言いくるめるつもりかいよしてくれ、おしげ。それは違うんだから。あんたは黙ってらっしゃい。平手打ちをくれるように女は叫んだ。この前の中間には家財道具を売り飛ばされて、それでもあんたは怒りない人なんだ。あたしが来なけりゃ、米も満足に買えないくせに。 ちょっとおだてられるとすぐにこのざまなんだから。一体これだけの後始末は誰がするのさ。ちょいと待っておくんなさい。この酒や料理の代はもうあしが。払ったというのお前が払ったというのかい女は歯を見せて嘲笑した。これだけのものを中元風情のお前さんがかい。笑わしちゃいけないよ。味噌田楽で二合半とは違うんだ。 中間の小町ぐらいで追っつく金じゃないんだから。中間の小町がどうしたって又平はカッとなった。カッとなってどなり返そうとしたが興奮しすぎて舌がつったようになり口が利けなくなった。何だい何をパクパクやってるんだい女は傘にかかっていった。あたしはねはばかりながらお前なんぞにごまかされるような。 そんな甘っちょろい女じゃないんだ。あたしが来たからいいようなものの、来なかったら何をされたか分かったもんじゃない。もう用はないから出てっておくれ。もう、たくさんだよ。よしてくれ、おしげ。河野心がこっちへ出てきた。さっさと出てけって言うんだ。女は叫び立てた。つまみ出されたいのか 待てと言ったら待て。河野心が止めようとした。すると女は狂いたって金切り声を上げてつかみかかった。河野心は両手を不器用に前へ出し、うろうろと女の暴力を防ぎながら、かろうじてまた兵とともに台所から外へと逃げ出した。そうして、二人が井戸端まで来ると、後ろで女のわめき立てるのが聞こえ、風呂敷包みが放り出された。 それはまた平の持ってきたもので、寝巻きやてらの入っている包みだった。面目ない。なんと詫びのしようもない。河野心はあえぎながら頭を垂れた。勘弁してくれ、また平。この通りだ。また平は首を振った。すぐには口がきけなかった。その代わりに涙がこぼれてきた。 あいつはあんな女だ。河野心が言った。普段はそれほどでもないんだが、体に触りのある時は手がつけられない。つまらないことを勘ぐって、すぐ気違いのようになってしまう。そうなるともうどうしようもないんだ。あの話は本当ですかと、また平が聞いた。前の中間が家財道具を売ったとかいうのは、 本当だが、三年も前のことだし、ぶっ壊れのガラクタばかりで騒ぐほどのものじゃなかった。それより、こっちで貯めた給銀の方が多いくらいだったよ。また平はうなだれて、そっとまた首を振った。そんな人間も、いたんですね。なあ、わかってくれ、また平。河野心は口ごもりながらい。っ あいつがあんなだからいてもらいたくってもいてくれとは言えない。お前だっている気持ちにはなれないだろう。まことにすまないが。ええ、わかってます。帰ります。わたしはいてもらいたいんだぜ。しんからいてもらいたいんだ。お前に浮かれることは本当につらいんだ。わかってます。とまた兵が言った。 よくわかってますからもう言わねえでおくんなさい。彼は旦那から顔を背けて放り出された風呂敷包みを拾いくっついている落ち葉をはたいた。それから台所へそっと入ってはだしになって汚れたままの足で草履を履き旦那のを持って行こうとしたがそのいろはなをの女下駄を見ると我知らず手を引っ込めた。 薄暗い土間の中で、その下駄のいろはなをが、ちょっと言い表しようのない感動を彼に与えた。お気の毒だ。何とも言えねえ。また平は漠然とそう思った。彼は財布の中のものを取り出すと、それを片方の手に握って外へ出た。河野心は戸口のところに待っていた。旦那、どうかこれを。 こう言って、またへいは握ったものを渡そうとした。河野心はけげんそうな表情をした。それから急に気がついたらしく、慌ててたもとから紙に包んだものを取り出した。お前こそ、これを取ってくれ。と、河野心は言った。足りやしないだろうが、少しばかり入っているから。とんでもねえ、それゃいただけません。頼むよ、またへい。 ほんのわずかなんだ。また平は拒んだ。拒みながら歩き出した。河野心は追ってきた。二人の足の下で落ち葉がカサカサとなった。河野心はまた平を捕まえて、無理やりにそれを受け取らせた。じゃあこれでと河野心が言った。それでは、またそのうちにな。また平は旦那の顔を見ずに、 門の外へとへて行った「こうして寝巻きやなんか持ってきたのに」と彼は心の中でつぶやいた「当分いるつもりでどてらだのなんだの持ってきたのにあの女の野郎さえ来なければよかったのに」。それから丸なの日。 またたは多忙だった体も多忙だったし心の中も多忙であった親方から前借りしたことがおまつに知れてうんざりするような騒ぎが起こったまた平が旦那から受け取った金は一両二部あったおそらくあの女の持ってきたものだろうまさか一両二部もあろうとは思わなかった親方から借りたのを返しても 二度目の当てつかずだったから二部だけ余った。にもかかわらず、お松は嫌になるほど騒ぎ立て、彼を非難した。お前さんには目が離せやしない。と、お松は言った。そんなつまらない屋敷に引っかかって、こっちから金なんぞ貢いだりしてどうする気だったろう。あたしが一人でやきもきしているのも知らないで、本当に呆れ返ったもんだ。 それからまた言った。お前さんがそんなぐうたらな真似をしている間に、あたしがどんな苦労をしていたか、一度でも考えたことがあるのかえあたしは女でもやるべきことはちゃんとやっているんだよ。しっかりしてくれなくちゃ困るよ。また平は黙っていた。お松はそれを降参したものと思ったらしい。言いたい以上のことを言いまくると、 実はと座り直して彼女のやるべきことをやった話をした彼女は南八丁堀の横丁に家を見つけて飯屋を開業するために今造作を直しているのであった家は売りに出たもので半金だけ払いあとは年譜だそうであるが金額のことは言わなかった近いうちにいい話が聞かせられるかもしれないって いつかあたしが言ったでしょうお松は反るような姿勢で言った。あたしはこうと言ったら言っただけのことをするんですからね。よく覚えててくださいよ。また平は何にも言わなかった。お松は上層から暇を取った。そしてまた平と共に自分たちの家へ移った。それは南八丁堀の三丁目の横丁にあり。 旧間口の二戸建てで隣は桶屋だった。半金の年貢を払ってしまえば桶屋はつまりこっちの棚子になるわけである。お松はその事情をうまく聞かせたのだろう。造作の直しをその桶屋にやらせていた。直すと言っても桶屋にできるくらいだから大したことはなかったが表に妙な屋台のようなものを取り付けた。 三尺に二尺くらいの台で窓があってちょうど小さな屋台を取り付けたようであった。ここで惣菜天ぷらを売るのよ、とお松は説明した。こうすれば店へ入らないで近所のおかみさんたちが外から来やすく買えるでしょ。これがお前さんのものなのよ。また平はんだという顔をした。 この大窓だけなのよ。と、お松は念を押した。お前さんから預かったお金は、これを作るだけでせいぜいだったんですからね。それを忘れないでくださいよ。また平は、やはり何も言わなかった。女にはかなわないもんだ。心の中でそんな風に思った。そして男は、みんな大馬鹿者だ。 また平イは、旦那も自分もバカなものだと思った。本田の旦那の言う通り、男は女よりもずっとバカで、そしてかわいそうなものだと思った。彼は絶えずそんなふうなことを考えていた。お松の言うことなどは気にも留めなかったし、今さら腹も立たないのであった。女と一緒に暮らす以上は、腹を立てても無駄である。 そして男には、どうしたって女が必要なのであった。新しい家へ移って三日目の午後三時頃であった。又、ま、平が店の中で桶屋のしのこした羽板を打ちつけていると、開けてある戸口から、内藤河野心が入ってきた。又、ま、平は、あ,あ、と口を開けた。午後の日光を背にしているので、 顔形は見えないが、それが麹町の旦那だということはすぐにわかった。一体どうなさいました相模屋で聞いてね、と河野心が言った。こっちだというもんだから、やってきたよ。また平は口ごもって鉢巻きを取った。あいつが赤いっちまったんでね。 ひどい喧嘩をやっちまったんだが、と、河野神は言った。お前に毒づいたことが間違いだとわかると、わからせるまでには骨が折れたけど、自分の勘違いだということがわかると逆上して、まるで悪気にでもなったような始末さ。また平はうなずいた。目に見えるようであったが、その時後ろへお松が出てきたことには気がつかなかった。 河野心も気がつかずに続けていった。俺も今度ばかりは言ってやった。正直に言うと、一つ殴った。やりましたかやりましたね。一つ。河野心はにっと笑った。その方が話は早かったよ。もう死んでも来てはやらないとか。 これかぎり縁を切ったとか言ってね昨日の夕方出て行ってしまったんだがそれでまたこの人に来いと言うんですかお松がいきなり怒鳴った二人はびっくりして振り返った本当にびっくりしてまた塀などは飛び上がりそうになったあんたですね麹町の旦那というのはお松は怒鳴り立てた 散々人をこき使って、中元風情から金まで巻き上げようとして、またこの人を呼び出そうと言うんですかおめえ、何を言うんだ、お松。そんな失礼なことを。お前さんはすっこんどいで。お松はこっちへ出てきた。お前さんは底抜けのお人よしなんだから。人に何をされても懲りるということがないんだから。お松は止めどもなしにわめき続けた。 その調子も言うことも、おしげのによく似ていた。口を合わせたかと思うほどそっくりだった。この人に構わないでください。お松は首を振り立てた。この人はもう中間暴行はしないんですから。あたしの亭主であたしと一緒にここで商売をするんですから。旦那、外へ出ましょう。また平はこう言って、 お松には構わず外へ出て行った。河野心もお松も後から出た。お松は休みなしにどなり続けたが、又平はそのまま表通りの方へ走って行った。旦那は待ってておくんなさい。又平がそう言ったので、河野心はそこで待っていた。横丁のそっちこっちにこちらを覗いている顔が見えた。 お松は飽きもせずにガラガラ声でののしり続け、通りかかる人たちはみんな振り返ってゆくが、河野心はそっぽを向いて平気な顔をしていた。まもなく、また平が荷車を引いて戻ってきた。貸車を借りてきたのだろう。それを見ると、お松はぴたりと黙った。何を始めるんだ河野心は興味をそそられた。また平は、 荷車をそこへ置くと、今度は隣のおけやへ飛び込んで、金手こを借り出してきた。この大窓は、俺んだったな。何をしようと言うんだい、お前さん。これだけは、俺のだったな。また平はこう言って、その大窓を家から剥がし始めた。金手この尖った方を突っ込み、ぐいぐいと乱暴にこじった。 釘が新しいから訳はない。それは、きっきときしみながら、端からみるみる剥がれていった。何をするんだお松が飛びかかった。このろくでなしが、何をするんだあたしの家をどうしようってんだよこれは俺のもんだ。また平はお松を突き飛ばした。てめえ自分でそう言ったろう。お前さんのものはこれだけだって。 それがどうしたんだお松はまた飛びかかった。それだけだからそれだけだって言ったんじゃないか。それがどうしたってんだい持って行くんだ。話し上がれ。また平はもっと強くお松を突き飛ばした。お松は地面へ転がって悲鳴を上げた。おめえは解消のだ。とまた平は大窓をひっぺがしながら言った。 おめえはこのうちを買って商売始めるほど金を貯めた。俺は二年かかって貯めてもこんなものしかできねえ。丸二年も稼いでこんな妙竹林なものしかできねえなんて、いくらろくでなしの俺でも情けねえや。おら持ってってもしちゃってやる。俺の手できれいにもしちゃってやるんだ。お松は立って目をつり上げて叫んだ。 いいから待ってなよ今町役に来てもらうからそして駆け出していった。また平は大窓を剥がし取った。それから素早く家の中へ入って、二枚のヤグ、むき出しのままと風呂敷包みを二つ、中くらいの氷を一つ運び出した。河野神は孫つきながらまた平がそれらを荷車に積むのを手伝った。 手伝うより邪魔になるくらいだったが、ともかくにずみは素早く終わった。それでお前、どうするんだお屋敷へ参りましょう。だってお前、と、河野心が言った。私は願っても来てもらいたいが、そのつもりで来てみたんだが、お前に夫婦別れまでさせては、夫婦なもんですか。 またへいが言った夫婦どころじゃねえう、ー、えまっぴらごめんてえくれえのもんでさまた平はかなてこをおケアへ返しに行き戻ってくるとすぐさま車のかじ棒をあげたさあまいりましょう町役なんぞが来るとうるさくなりますからちっとの間かけていきましょうそして車を引いて走りだしたこれでさっぱりしましたよ 走りながらまた兵が言った。敵の虜になるところをうまく逃げたような心持ちですぜ。俺の家へ来ても楽じゃないんだが、男が二人いるんだ。なんとかなりまさね。また兵は元気に言った。旦那もあちも身軽になったんだ。売り食いをしたって当分はしのげるし、そのうちには旦那にも運が向いてくるでしょう。 貧乏にあなれてるんだ。売り尽くしたらあっしが稼ぎますよ。それもそうだ。と、河野神が言った。私も今日まで死なずに来たんだからな。まあ一つ、そういうことにするか。もちろんでさ、店頭と米の飯はついて回るっていますからね。くよくよすることはありませんや。 二人はいかにもそれを信じているように言った。心からそう信じているようであった。河野心はまた平を、こんないい奴はない、と思い、また平は河野心を、世の中にこんないい旦那はない、と思った。荷車の上で、あの奇妙な大窓というのが、今にもずり落ちそうにごとごとと揺れていた。 今日は一つ、またうなぎにしますか。結構だな、と、河野信が言った。頼むよ。大窓は、ほとんど車から落ちそうになっていた。